はい、ということで、ラーメンニュース TV。はい、ということで、先日ですね、沼津のですね、ジビエラーメンの動画、皆さん見ていただいたかと思うんですが、下北にもですね、桑島さんという鹿ですね、ここは。あの、またぎさん、沼津のまたぎさんはイノシシだったと思うんですけど、今回鹿、鹿ラーメンをね、食べに向かっております。はい、ということで、僕もちょっと桑島さんは初訪問なので、まあ、前回イノシシラーメン食べたんで、鹿ラーメンどんなもんなんだろうなということで、期待しております。みんなも気になるよねー。ということで、桑島さんに、
ちそうさまでした。ありがとうございました。ジビエ食べに行きます。ごちそうさまでした。はい、桑島さん行ってきたんですけど、あの鹿ラーメンがなんか10食だったらしくてですね、残念なことに食べれませんでしたね。そうです。で、村上朝日製麺所の、あ、村上朝日製麺所のあったんで、はい、あのつけ麺鉄っていうあの小宮さんがやってる、はい、ブランドなんですけど、はい、あそこがプロデュースしてるんですよ、あそこの製麺所。なんでつけ麺鉄出身かなと思ったんですけど、全然違いました。そうです、ね、外しちゃいました。いやでもちょっとジビエラーメンちょっと必ず今度食べきます。美味しかったですね、レモン。いや美味しかったですね。ああ、なんだろう、食べたことない味ですけど、ね、そうですね。なんじゃこれみたいな、なんかフレンチみたいな、はい、なんか鶏なのに豚骨みたいな感じです、ね、ああ確かに、あれ美味しいな。またレモンもちょうどそうですね、見た目もいいですよね。いいですね。他のお客さんの特製ラーメンに、はい、わさび乗ってたんですよ。マジ、それは絶対うまいじゃないですか。いやこれうまそうと思ってみたんです、ね、いやちょっとそんな感じで必ずリベンジしたいと思います。そうですね、これもう一回です、ね、はい、次はスパイスラーメンテントセンサーに行きます。はい、ここまで動画をご覧くださって誠にありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にラーメン食べに行きましょう。高評価もよろしくお願いします。